出てすぐのところに大きな水槽が、こっちが空港2階のお土産コーナーですね。結構いろいろ売ってます。白石コアさん、石垣の塩、新スコせんべいとかも売ってますね。沖縄せんべい、ソーキそば、沖縄そば、食べ物屋さんもあります。オリオンビール、ソーキそば、マンゴーソフトクリームとかもあります。はい、4階に上がってきました。ここにはレストランですね。レストランがいっぱいあります。では行ってみましょう。うどん、そば、うどん、おそばの店、もずく麺、もずく麺とか沖縄そばありますね。沖縄の味、そばセット。中華料理屋さん、美味しそうです。フラワーそば屋さん、そば屋さんのようです。こちらはそばとか刺身とかいろいろあります。レストランですね。そばもあります。その隣がお寿司屋さんですね。これはね、お寿司屋さん、美味しそうです。それではね、せっかくなんでちょっと私は4階ではなく1階にある空港食堂さんで、沖縄そば、沖縄そばを食べてみたいと思います。はい、お腹もいっぱいになってきました。ちょっと島唐辛子のあの焼酎というか青森か、青森につけたやつかけすぎて辛かったです。気温が高いのですごく暑いです。すごく汗かいてますけど、それじゃあちょっと今からホテルに向かいたいと思います。よいしょ、俺は